スグレモン自動車用品の癖です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、財布やバッグの革、表面のような塗り肌になってしまったホンダモビリオの左ヘッドライトを修正します。先日、ヘッドライトレンズ補修スプレー、ヘッドライトリフォーマースプレー320で塗装しましたが、ありえない使い方をしています。金属ピンを押してから8時間が使用期限です。その日のうちに使い切る、日持ちしないスプレーです。使用期限8時間以内にヘッドライトを塗った後、塗料が固まらないように冷凍保存しました。期限切れから700時間以上、1ヶ月経ってから取り出して塗りました。新品の時と比べると噴射圧力が落ちていて塗料の粒子が粗くなっていました。ボリューム感があってツヤのよく出る塗料ですが、期限切れから1ヶ月は長すぎたようです。塗装してから完全硬化するまで72時間です。72時間、3日以上経ちましたので、今から修正します。はい、まずはですね、1500番の耐水ペーパーで磨きます。次は2000番です。はい、次はですね、コンパウンド細めです。コンパウンド中細です。コンパウンド極細です。一部にざらつきがあります。手磨きでは時間がかかりそうなのでポリッシャーで磨きます。コンパウンドは超微粒子、ハード 2L です。
完璧ではありませんが、一応完成しました。今回はですね、前回動画のクリア塗装トラブルの手直しをしました。完全硬化後、耐水ペーパーでデコボコの塗り肌を整えて、コンパウンドで仕上げ磨きをしましたが、塗膜はしっかりしていて違和感はありませんでした。品質が低下している可能性はありますが、見た目では正常でした。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。